皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール、ギター科講師の滝沢でございます。今回はスラム奏法を使って、I want you back という曲を弾いて楽しんでいこうかなと思います。以前、僕がそのブログしたの I want you back の演奏動画の解説という感じなんですけれども、ちょっくら難易度は高めなんですが、できるのとすごく面白いので、ぜひこの動画を参考にして一緒に遊んでみてくださいませ。スラム奏法を楽しんでみてくださいませ。ということでございます。Yes! では、手順がすごい細かいので、また4本くらいに動画を分けたいんですけれども、1本目のこの動画では、イントロの部分を練習していってみましょう。どの部分かといいますと、この部分です。ちょっと演奏してみます。この部分です。やってみましょうか。ちょっとギターを構えていただいて、一緒に弾いてみましょう。まず、コードが出てきます。5フレット制覇の A コードですね。6弦から、5-7-7-6-5-5 というフォーム。6弦から、5-7-7-6-5-5 というフォームです。で、これを弾いたら、ラのオクターブを弾いていきます。人差し指が4弦の7フレット、4弦の7フレットと小指が2弦の10フレット。で、残っている指をうまく使って、ちゃんとミュートしてあげて、全部弾いてもこのラの音しか出ないようにしてあげると。こういうオクターブのフォーム、あんまり慣れてないぜという方は、オクターブについての動画もありますので、そちらを参考にしてみてくださいませ。全部弾いても、このラの音しか出ない。これが理想でございます。もう一回、A コードを弾いたら、ラのオクターブに行く。で、その次、C シャープというコードを弾きます。5弦から4、6、6というフォーム。4、6、6。で、これを弾いたら、その隣に1個ずらして、D コードを弾きます。で、また、ラのオクターブに行く。この2小節をゆっくりちょっとやってみますと、こんな感じです。で、その後またオクターブが登場するんですけれども、人差し指が5弦の4フレットと小指が3弦の6フレット。このオクターブですね。これをツッツッと入れて、弾いて、スライド。で、ツを1つ入れて、アップで、このレのオクターブを弾いて、スライドをして、アップでツを入れると。こんな手順になっております。こんな感じ。カラピッキングとかそのカッティングとかがあまり得意じゃない人は、この辺の手順がすごく難しいかと思うんですが、ちょっと頑張って練習をしてみてくださいませ。もう一回ちょっと2小節ゆっくりやってみます。こんな感じ。で、その後の小節はコードが登場します。こんな感じです。行ってみましょう。まず最初が F シャープ -7 ですね。5弦から9、7、9、10という感じです。9、7、9、10。で、その次が A 音 C シャープ。A 音 C シャープ。5弦から4、7、6、5。4、7、6、5。で、その次が D コード。5弦から5、7、7、7。で、また次は A コードに行くと、5フレット制覇の577-6-5-5-5って感じですね。これを4つも一回つなげると F シャープマイナスです。A 音 C シャープ、D、A となります。で、その続きもちょっくらい行ってみると B マイナス。中指でこの6弦の7フレットを押さえて、で、5弦は鳴らさない。この中指のお腹がうまく使って、中指のお腹をうまく使ってミュートってことですね。で、薬指で7777。
を弾いてあげると、7×777 という感じです。で、その次は E9 です。5弦から7、6、7、7、7という感じです。で、また A コードに戻る。これが後半2小節のコードです。こんな感じ。ちょっとゆっくりやってみます。最初は A コードから。です。で、この手順がうまくできるようになってきたら、実際にこのスラム奏法を取り入れながら弾いていきます。イントロのところは、このバスドラムの音、これを四分音符で鳴らしながら弾いていくんですが、ちょっとその前に準備運動といいますか、ちょっとこの動きを確認してみましょうか。手首をこのドスンと落としますよね。で、それをやりながら、ツク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 。ちょっとこれができないと、フレーズにはなかなかチャレンジできないかなと思います。まずこれをトライしてみて、マスターしてみてくださいませ。ドンとともにダウンストロークをして、ダウン、アップ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 という感じで続けていきます。ダウン、アップの動作は人差し指だけでもいいですし、4本指全部使ってもいいですし、本当この辺はお好きなパターンでやってみてくださいませ。僕はダウンストロークはこの真ん中の2本でやることが多くて、アップストロークは人差し指でやることが多いかなという感じです。2本人差し指、2本人差し指と。でもこれは手の形とかにそのギターのボディサイズとか、あと体格とかでいろいろやり方、やりやすいやり方が変わってくると思うので、まあ、その辺は皆さんでやり方を見つけていただければなと思います。で、実際にその左手のコードとかオクターブとかを合わせて、こんな感じに仕上げていきます。またちょっとゆっくりやってみます。こんな感じです。で、これを早くうまく弾くと、その冒頭でやったみたいな響きになるんですけれども、まあ、最初はやっぱり手順もすごいややこしいですし、左手も、ね、こうたくさん動かさなきゃいけないので、ちょっとメモとか取ったりとかしながら、手順をしっかり理解して、何度も繰り返し練習して、早く弾けるように、インテンポで弾けるように練習をしてみてくださいませ。そんな感じでしょうか。ちょっと最後にもう1回ぐらいゆっくりやってみましょうか。叩きながらゆっくりやってみます。こんな感じです。では、ちょっと次の2本目の動画では、その次のイントロみたいなところもやってみようかなと思いますので、うまくこの最初のパターンができたら、1本目の動画がうまくマスターできたら、2本目の方に進んでみてくださいませ。それではまた、違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。